今回は伝説の空手家矢原幹雄極真指導編用心警護編に続き続編ヤング矢原幹雄。番組の最後にどういう経緯で作者が矢原幹雄先生の執筆に当たったか、情報提供者様の存在、そしてそのやり取りの間で生まれた新しい夢についてお話ししますので、最後までご視聴いただけましたら幸いでございます。はじめ！はっ！うわっ！俺の優しさも！奴は何者だ。時は遡り、戦後から少し経った1950年代の日本、四国。母さん、山に天狗が出る。天狗？ああ、天狗さんね。矢原さんとこのせがれよ、幹雄くん。水軍さんとこのせがれ。矢原？水軍？うわあ！水軍にルーツを持つ家系に生まれた矢原幹雄少年は野山を駆け巡る。これが後の俊敏かつパワフルな空手スタイルにつながる。柔道部にめっちゃ強い1年入ったらしいぜ。覗いてみようぜ。うん、絶対見つけた。さすが矢原か。バカ、どう見ても監督だろ。ハハハハ、君たちよく頑張ってるな。今度こそ矢原か。そんなに強そうには見えないが。すげえ矢原幹雄、監督を投げたぞ。矢原くん、君やはり飲み込みが早いな。体格差があるのに2回に1回は勝つ。ひろしさん、いえ、藤岡首相、お疲れ様です。藤岡首相ってことは、高校生。その後もかの有名な俳優藤岡弘と矢原幹雄は交流があったと聞く。柔道で組み技の下地を作った矢原は当時打撃技の新興武術とも言えた空手を本格的に学ぶため上京、国士舘大学に入学する。誤解されがちだが、空手は日本土着の武術ではない。どうした？どうしたも貴様、捧げ寄せはヤクザか警察かという国士舘大学の初日だぜ。不安で。何がおかしい。俺は兄貴から教わった空手を本格的に学ぶために上京したんだ。在校生が怖くて空手ができるか、兄貴から教わった空手がどれだけ通用するか楽しみだ。寸止め寸止めと揶揄される、いわゆる伝統派空手も稽古では当てていた。今はどうかわからないが当てていた。38歳、2023年、現在キック畑で専門競技者ではない作者でもそれは知っている。見たことがある。あれ、先輩、なんか空手部いつも一人で練習してるよな。1年生が強すぎてみんな辞めたらしい。まずい、これでは対人練習ができん。やむをえん、プロの方に協力していただこう。すみません、私国士舘大学の矢原幹雄と申します。我が空手道研究のためお力添えをいただけないでしょうか。僕が入ったらなんかみんな辞めちゃって。本職舐めてんのかガキ。はい、ごほー、ありがとうございました。空手の修行も大事だが学業もおろそかにしてはならん。
本日から教育実習を受け持つ矢原幹夫先生です。皆さんよろしくお願いいたします。矢原幹夫と申します。なるほど。我が校は校内暴力吹き荒れています。一体どうすれば。交渉してみましょう。どうすれば校則を守る。勝手喧嘩で俺たちに勝てたら考えてやってもいいかな。喧嘩で勝てばいいのですね。うん、やる気か。喧嘩ってのは大学行けるボンボンのお兄ちゃんが想像するような甘いもんじゃないぜ。お先どうぞ。俺を舐めてるのか。いやその後、先生おはようございます。交渉は成功しました。校長先生、せーの、おはようございます。ありがとうございます。まるで漫画のようなキャンパスライフ。しかしここで強敵が立ちはだかる。矢原は部活とは別に空手の総本山松濤館でジュニアインストラクターを目指していたのだが。おう、お前が矢原か。俺と自稽古しないか。師範矢野賢治。自稽古とは両親の範囲で行う顔面金的何でもありの組手の通称。伝統派閥だろうと極真派閥だろうと、当時空手家が競技と実践を明確に別物と考えていたことがうかがえる。うわっ、の喉は何でもありだ。自稽古ならでは。終わりだ。何か奴に勝つ方法はないか。今まで学んできたことに見落としは。何が足りない。にゃん。運寸や基本型を繰り返し反復して矢原は気づいた。それは関節の圧縮と拡張。それは身長反射と弾性エネルギーを利用した爆発的な筋肉の収縮だった。これを使えば。今日も自稽古が希望か。うん、構わないが怪我は絶えんぞ。やるなら手加減できん。男だ、許せよ。さあ来なさい。現代の打撃格闘家は前手、いわゆるジャブを虫の触覚のように、要は間合いを測るためのレーダーに使う場合が多いが、その様子はない。目測の間合い、優に2メートルはあるのだろうか。矢野は領空外の矢原を警戒する様子はない。仮に矢原が領空侵犯を犯そうと、領空は自分の土俵、スピードを凌駕するパワーでねじ伏せる自信があった。矢原はその間合いの壁を越えた。前足を抜けば重心は前に崩れ、自重が推進力となり、おのずと体は前へ進む。その推進力に乗りながら前足、後ろ足を入れ替え、関節を圧縮、拡張。はぁ、拡張、圧縮、
長はぁ、あ、肩にある回転技を実際に使うものがあるとは。今でいうバックブローやバックスピンといった回転技を使いこなせるものは当時非常に珍しかった。おの線のタイミングであった。重力を利用して瞬間移動的に前に出る。歩法によるスピードと飛距離だからこそ可能になるタイミングである。同じ予備動作、同じパターンか。上段裏剣、回転の左鉛筆、しかも脇腹に。なんて自由な発想だ。そしてこれはヤハラにしかできぬゲート。なぜなら威力がないと後ろを取られるからだ。2メートルも飛ぶ謎のバネあっての技なのか。待った。ありがとう。強くなったな。今日は俺の乾杯だ。これ以上やったら壊れちまう。こちらこそありがとうございました。肩には奥深く底知れぬ戦いのヒントが眠っている。引き続き修練していこう。この後、世間では伝統派空手と言われる派閥は世界的スポーツを目指して競技化を進める。現場でルールを試行錯誤していく中、矢原は競技としての空手界をどう立ち回ったか。次回、競技空手編へ続く。私が書いた漫画に残された元格闘家さんのコメントにより、伝説の空手家矢原幹夫師範について情報提供を受け、私も情報をかき集めながらこの矢原先生シリーズを書き始めましたが、書き始めて3ヶ月くらいでしょうか、結果的には私自身が矢原師範の技術や生き方に惹かれ、紙媒体による書籍化、要は漫画連載が新しい夢になったのです。しかしながら、大手出版社に太いパイプを持つ知人を通した企画提案も、紙媒体の不況もあり、企画は通らず。夢に向かって現状できることは、私のチャンネルでコツコツと。試作としての矢原先生ストーリーを YouTube 上で連載していくしかない、と思って書いております。皆さん、矢原先生単体ストーリーでの漫画動画連載はいかがでしょうか。もっと細かいところに踏み込んで書くのです。絶対面白く書きます。その暁には諸事情で保留になった矢原先生への直接取材、こちらもちゃんと行って書くつもりです。しかしながら、私はサラリーマン YouTuber、 時間がない、ナイスワークはまだしないと生活はできない。今のところは1日2時間制作の隔週アップ、普段はチャンネル登録のお願い、他チャンネルが露骨だからうんざりしててあまりしてませんが、ここではお願いしようと思います。みんなの力をお分けいただき、チャンネルが大きくなり、ライスワークの比重が減れば動画連載はしやすいのです。皆さん、よろしくお願いいたします。僕としてはプロというか、収益が増えて職業として矢原先生ストーリーを書くことになったら、絵の仕事が増えたら、とにかく絵が上手くなりたい。私は人生ほぼ格闘家をやってて、絵は今までやってなかったから伸びしろはあると思っています。絵が上手くなれば、もっと皆さんにクオリティ高い格闘偉人伝届けられます。バズればいい、儲かればそれでいい、そんな漫画動画に対抗したい気持ちもあります。元格闘家目線ではなく、漫画動画制作者目線で語ると、漫画動画はまだまだ内容が簡単すぎる話が多く散見されます。 SNS で集中力が落ちることは作った IT 長者たちも認める事実。その影響か、内容が簡単すぎるストーリーがブラウジングされやすい。若者をスマホ依存に誘い込む。これでは集中力や読解力は落ちる一方、もっとちゃんと読んで想像したり考察しないとわからない漫画動画を描きたい。
漫画動画は紙媒体の漫画のように芸術昇華する可能性は秘めている。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録いただけましたら幸いにございます。お賽銭箱という形でメンバーシップもございます。コメント優先してお返しします。皆さんよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。